はい、ありがとうございます。先ほどまではそうちゃんの国際協力に興味を持ったきっかけから、うん、学生卒業してから何をしてたのかみたいなところをお話をお伺いしたんですけど、この動画では JICA 海外協力隊で何をしてたのかってところをお伺いしようかなと思ってて、うん、まず最初に製薬会社で MR として働かれてて、うん、もう5年でいいかなっていうところで、うん、JICA 海外協力隊に応募していくわけじゃないですか、うん、応募しようとした時にいろんな職種あったと思います、うん、どこの職種に行こうと思ってたんですか？コミュニティ開発。あ、もうそれ1本になってますね、うん、1本、うん、ちなみにそれなんでなんですか？いろんな業務内容が書いてあるやんか。それを選んでたら全部コミュニティ開発やったっていう感じ。あ、そうなんですね、うん、ちなみにコミュニティ開発って何するところなんですか？ざっくり言うと、うん、多分いろんな職種分野で派遣されるけど、そこにいる地域の人たちとのどういう活動をするかとか、はい、そこでのコミュニティの力をどう上げていくかとか、そういうことなんじゃないか。あ、そうなんですね、うん、そこにじゃあ応募しようと思って、うん、国はどこだったんですか？国は、ね、東ティモール。あ、そうなんですね、うん、そう。ちなみにじゃあ東ティモールでは何をしてる要請だったんですか？東ティモールは保健センター、保健医療分野で。あ、そっか、自分が製薬会社だったから。そうそう、で巡回診療、いろんなモバイルクリニックみたいなのを各地で実施してるから、はい、それをモニタリングして改善点があれば提案をして、一緒に現地の人と改善をしてクオリティを上げていくみたいな要請やったかな。なるほど。ちなみに東ティモールって今まで行かれてたことあったんですか？いや、一回もないね。いや、僕もどこにあるかちょっと正直分かってないんだけど。でもえ、アジア、アジア。そう、でもみんな大体アフリカっていうさ世界地図で言うと、はい、日本の本当に真下。そうなんですね。でインドネシアから独立した国やから、はい、アジアの国で日本とも時差がない。なるほど。じゃあ自分がまだ行ったことない東ティモールで巡回診療みたいなところの促進みたいなのを知ったみたいな感じですかね。うんうん、そうね、うん、なるほど。実際英語だけ持ち越しだったじゃないですか。そうそうそう。東ティモールは公用語は英語ですか？現地のテトン語っていうことは、ポルトガル語かな。え、ポルトガル語一番最初にポルトガルが植民地にしたから、はい、あ、そういうこと。そっからの流れでポルトガル語と現地のローカル言語、はい、じゃあ東ティモールに行く前に、うん、語学学習みたいなところあるじゃないですか、うんうん、あれはポルトガル語？あれはインドネシア語。ポルトガル語が公用語なんやけど、はいはい、ポルトガル語実際に現地で喋れる人はほとんどおらんのよ、はいはいはい、公文書だけがポルトガル語で、はいはい、実用語は割とインドネシア語。あ、じゃあ英語はじゃあむしろいらなかったって感じですか？むしろ英語通じないみたいな。あ、そうなんですね。ちなみにそうちゃんが派遣されてたのは東ティモールの、地域的には都会ですか田舎ですか？あ、都会、首都、うん、なるほど、ありがとうございます。ちなみに僕東ティモール行ったことないんで、東ティモールのこと簡単に聞いてみたいなと思ってるんですけど、うん、どんなところなんですか東ティモールって？東ティモールはね、島国ですよね。そう、島国、ティモール島っていう島国があって、そこの東半分が東ティモール、うん、え、じゃあもう半分は？はインドネシア。あ、そう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 。なるほどね。で、人口120万人ぐらいやから。そうなんですね。そう、だから本当にね、少ないよね。へえ。で、人はね、結構明るいかな。で、平均年齢、うんうん、俺がいた時18歳ぐらい。若っ。そう、めちゃめちゃ若い。え、東ティモールは途上国なんですか、じゃあ？そうやね、最も開発が遅れてる途上国に国連では分類されたかな、はい、そうなんですね。なるほど。じゃあ実際首都で活動していくわけですよね、うん、物価とかそういったところもちょっと聞いてみたいです。あ、物価はどうだったんですか？まず貨幣は US ドルやったんだよね。現地の通貨がまだなくて、はい、俺が行った時独立して15年とか多分そのぐらいだったから、物価は現地の人の給与を考えると割と高かったんじゃないかなって、うん、ちなみに東ティモールの平均月収みたいなのってローカルの人だったらいくらぐらい？ね、最低が120ドルかな、俺がいた時に。そうなんだ。そうで、学校の先生が大体300ドルって言われたかな、うん、あ、そうなんですね。で、お医者さんが600ドルとか。600月？そうそう、うん、月。そうなんだ。じゃあちなみに首都で巡回診療みたいなところをしていくわけじゃないですか、うんうん、所属はどこになるんですか？所属は保健局っていう国の機関やね、うんうんうん、じゃあ実際それで巡回診療してたと思うんですけど、うん、実際そういう活動できました？割と現地の人も真面目に巡回診療してたけど、うんうんうん、そもそも首都で巡回診療っつって、要は僻地にお医者さんが自ら行ってそこで診療するわけよね、はい、でも首都ってちっちゃいミニバスとかが街に走ってるから、うんうん、バス乗ったら全然保健センター来れちゃうような距離でモバイルクリニックをやってるわけよね。そういうこと。これいるんかなみたいなのは最初に思ったかな。そっか、うん、なるほど。確かに向こう側からも来れる距離だし、そう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 、インフラもちょっと整ってんのに、僕たち側が巡回する理由って何なんだろうみたいな。そう、何みたいな感じで。ちなみにモバイルクリニックのメリット何かで言うと、うん、自分が住んでるところからすぐ近くに診療所がない人たちに対してアプローチできるようにするために巡回をして診療するんですよね。そうそうそう。でもそこにはもうインフラは整ってたんですね。そう。で、多分始まった当初はなかったんやけども、はい、
はい、その後ちっちゃい診療所とかがどんどんできてきて、だから今の状態でずっとモバイルクリニックを続けるのはどこまで効果があるんだろうっていうのはあったかな、はいはい、そうなんですね。そういうふうに考え活動内容を変えたりしました。結局モバイルクリニックを続けたんやったら続けるけども、うん、モバイルクリニックでもいいし、近くにあるちっちゃい保健所でもいいし、うん、もうちょっとでっかい機関の保健センターでもいいし、その地域の人が叱るべきタイミングで何かしらのサービスにアクセスできるような体制作りっていうところを軸に活動したかな。だからモバイルクリニックにこだわるんじゃなくて、全体的にコミュニティの人がどこの医療サービスにもすぐにアクセスできるような仕組みを作るにはどうしたらいいんやろみたいな感じで考えた感じが。ああ、そうなんですね。2年間だとやっぱ足りなかった感じですか。無理やね、無理、うん、どこまでできました。だから全部を一気に変えるって、 JICA のね、専門家が入ってるようなプロジェクトでも最低3年とかあるわけやから、ね、予算がない協力隊がやるのは到底無理やなと思って、うんうんうん、だからもうこの地域で一番必要とされてるのは何やろうっていうので、はい、そこの領域に絞ってやったから、はい、おのずと東モールって栄養状態があまり良くない国やから、うん、栄養改善とか子どもの食事とかっていうところに自然にフォーカスしていった感じ、はい、ああ、そういうことなんですね、うん、ありがとうございます。2年間東ティモールで活動してる中で、もともとそうちゃんとかは日本の中だったらコーチみたいな、今自分が行ったことないところにも踏み込んで仕事してたりもしたと思うんですけど、うん、東ティモールって言語も違うじゃないですか、うんうん、で環境も違うし人の考え方も絶対違うと思うんですけど、うん、その中で難しかったなとか、めちゃくちゃ落ち込んだなみたいなことなんかあったりしました。かなりトップダウンの国やから、上の人の気持ち一つとか、はい、言葉一つで全部がガラッと変わってきた、はい、あ、そうなんですね。だから1ヶ月ぐらい準備して、地域の人とか地域の保健センターで働く医療従事者の人に報告をする、報告会っていうのがその午前中のボスの気分一つで、今日の午後はなしだみたいな感じになって、はい、俺の1ヶ月どうなんのみたいなあんだけカウンターパートとああやこうや言って準備してきたのみたいな、うんうん、それで一気に変わっちゃうっていうのは難しさというか。そっか、確かに地方に行けば行くほどそういうのはあるかもしれないですね、うんうん、ちなみにこの2年間の東ティモールの活動で一番嬉しかったこととかもあったりします。栄養改善に関わるような活動してて、うん、最終的に現地の人だけでプログラムを回してもらうっていうのが大事やなと思ってる中で、俺の知らないところで勝手に予算がついたからもう自分たちで実施したっつって、はいはい、こんな風にやったって写真撮って、もうあなたは必要ないわねみたいな感じで言われたのはめちゃくちゃ嬉しいな。それ、そう、妙に嬉しかったね。あ、もう現地の人たちでこれだけのことをで、写真見て報告聞いてもすごいちゃんとやってるし、はい、もちろん俺がテトン語で喋るよりも現地の人が伝える方が確実に伝わるし、うん、っていうので、うん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 、そこまで自分たちでやってくれるようになってっていうのは嬉しかったかな。確かにそうですね、うん、協力隊って良くも悪くも現地に入り込むじゃないですか、うん、だから自分が主体になって活動しちゃうケースもあるわけですよね、うんうん、ただそうちゃんは自分がやんないところでも勝手に自走してやってくれるっていうところが分かったから、うん、 それは確かに嬉しいですよね、うん、あれは結構嬉しかった。確かになかなか2年間それできるっていうところも少ないですからね、うん、ああ、なるほど、ありがとうございます、うん、ちなみにこの2年間自分が大学生の時から行こうかなって思ってたところ、うん、実際行けたわけじゃないですか、うん、その中で自分の中の価値観の変化とか今後のキャリアっていうところどういうふうに考えられたのかなってところを聞いてみたくて、うん、変わらず大学院には行こうと思ってました。そこはね、割と変わらんかったけど。あ、じゃあそこはブレなかったんですね。ただ国際協力に入るなら人種とか国で人の文化が違っても大事にされる人の命とか健康に携われることをしたいなと思って、製薬会社からそのまま現地でも保健医療の活動をしてたけど、もちろんいい食住と医療っていうのは人が生きていくためにも絶対必要、それは今も考えは変わってないけど、ただ人が豊かにとか幸せを感じながら生きるっていうことを考えると、いい食住と医療が揃ってるだけじゃダメ、むしろそれ以外の人生で生きるために必須じゃないけどでも必要なものみたいな、人生の余白みたいな部分をどう満たすかっていうことがすごい大事なんじゃないかなっていうのを考えるようになった。そこは結構大きかったかもしれない。なるほど、うん、まあ確かに人が生きていく上で基本的に必要なものっていうところに最初フォーカスに置いてたけど、 そこじゃないところでも幸せって基本的な衣食住だけじゃなくって他にもあるんじゃないかって、そっちに目を見た時にそっちにアプローチしてみたいって感じ、うん、そう感じてたかな。じゃあもうそれはいわゆるビジネスみたいなイメージですか。それをどういう風にやろうかって考えたのが結局大学院に進学してからやったんやけども。そうなんですね。その時東森の時はそういう風なことを考えてたけど、うんうん、ただ国際協力で自分がどういう感じで関わるかって考えた時に一番イメージに近かったのが開発コンサルタントっていう仕事やったから、はいはいはい、それになるためには
じゃあ大学院に行って修士を取ろうという感じでやったから、大学に行ってからかな、それを具体的に考え始めたのは。なるほど、ありがとうございます、うん、じゃあ最後になんですけど、うん、東ティモール2年ちょっと行って、うん、東ティモール好きになりました？好きになったと思う。あ、本当ですか、うん、ちなみに東ティモールまだ行ったことない人に一つだけ紹介できるとしたら、うん、なんですかね。東ティモールは海がすごい綺麗なやつ、うん、あ、そうなんですね。観光地まだ観光開発がそれほどされてないから、うん、アクセスもそんなに良くないから観光客はそんなに来へんけど、うん、ダイビング好きな人は世界的に有名なトライアングルのエリアに東ティモールが入ってるっていうのを知ってるから、はい、そうなんだ。そう、トライアングルって何？フィリピンとインドネシアか、はい、パプアかな、はい、そこら辺が世界の海洋生物の7割ぐらいが、そうなんだ。ダイビングしてないからすごい曖昧やけど、はいはいはい、でもすごい生物多様性がある地域らしくて、そうなんだ。で東ティモールそこに入ってるから、そうなんだ。そうだからね、ダイビングとか好きな人は、あ、じゃあいろんな生物見れるみたいな。そう、シロナガスクジラとかそういうでっかいのとか、すごいワニが泳いでるから、え、たまにね海にフイフイって浮いてる。いやいや、怖い怖い怖い。スリル感も味わえるから、ね、海が好きな人はぜひ行ってほしい。まあ確かにそういう意味でも途上国かもしれないなるほど、ありがとうございます。まあちょっとこの動画ではジャイカ海外協力隊で東ティモールに行って何をしていたのかみたいなところも含めてお話をお伺いしたんですけど、うん、次の動画ではジャイカ海外協力隊の後何していたのかっていうところをお伺いしようかなって思ってます。 OK です。はい、この動画面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。